안녕하세요ハリン입니다はい、今日はですね、10月のおすすめ韓国アイテム紹介していきたいと思います。やっぱ夏が過ぎて、9月10月って季節が涼しくなったからなのか、私めちゃくちゃ肌荒れをして、なんかもうアレルギーなんじゃないかってぐらい、この辺になんかブツブツいっぱいできちゃって、10月中旬に私結婚式もあったから、その時にも肌荒れしてるとやばいじゃないですか。だからもう使うスキンケアもかなり減らしました。で、私やっぱり職業柄いろんなスキンケアを試させていただいたりとかするんですけど、そういうのもね、あんまりせずに、もう普段からね、ずっと愛用してるもの、もう安心して使えるものっていうのを比較的使ってたかなと思います。なので、あの10月に新しく買ったものっていうのは比較的に少なくて、季節の変わり目とか肌が弱ってる時にすごく使いやすかったアイテムっていうのが多くなってるかなと思います。なので、そちらを参考に見ていってくださると嬉しいです。では早速始めたいと思います。まずですね、私の大好きなソウルとコラボセットを発売させていただくことになりました。11月1日から1週間の間発売させていただくんですけど、ソウルってもう成分にかなりこだわってるブランドで、肌に触れるものだからこそ、不純物のない純度 100% っていうのにこだわってるブランドなんですね。私もね、オリーブヤングでこのリップバームをゲットしてからもうめちゃくちゃハマって、いろんな動画で今まで紹介してきたと思います。まずこのリップバームですよ。もう絶対にセットに入れたくて、これ今回も持ってきました。実はね、コラボセット2回目なんですよね。なので前ね、買えなかった方とかもぜひゲットしていただきたいんですけど、ね、私がメイク動画とかでずっと使ってるやつですよね。やっぱ韓国も最近寒くなってきて、あのもうね、夏に比べるとかなり出番が増えて、もう私もほぼ使い切るんですけど、これね、塗るとスーッとするんですよ、唇が。で、プランパーみたいな痛みっていうのはないんですけど、塗るとこうふっくらちょっと見せてくれる感じがあって、で、しかもね、こうスーッとするタイプのリップバームだから、ベタつきとかも全然なくて、もう朝でも夜でもメイク前でももういつでも使いやすいし、保湿力もすごくあるのでお気に入りのアイテムです。なんかスリーピングマスクみたいな感じでも使えるから、こうメイク前にちょっと分厚めに塗っておいて、ティントとか塗る前にティッシュオフしてあげるとすごい唇もっちりして、リップのね、こうノリが良くなるので、そういう使い方もしたりとかします。これ最初オリアンで買った時ちょっと値段高いなって思っちゃったんですけど、こういうスティックタイプのに比べると容量もね、これ結構入ってるんですよね。だから意外に量も減らないし、成分もかなりこだわって作られてるので、これはすごい私は買って良かったなと思ってるアイテムなので、今回入れさせていただきました。で、これとこれはあのソウルの一番人気の商品なんですけど、レイヤードクリーム、容器がこう空気が入らない作りになってて、ここをね、押してあげるとクリームが出てくるんですね。なんかシルクみたいにスーって馴染むテクスチャーなのにベタベタしないし、でもしっかり保湿力はあって、で、乾燥気になる部位とかはこう重ねてレイヤードして塗ることができるので、一年中すごく使いやすいんですけど、私去年これ冬にめちゃくちゃ使ってて、韓国また9月10月ぐらいからすごく寒くなってきたので、今年もすごく使ってるアイテムです。普段私は1、2プッシュであの終わらせることが多いんですけど、ちょっと乾燥気になる時はその部分的に気になる箇所に重ねあげてます。これもね、再生医療から生まれた純度 100% のヒト幹細胞培養液が配合されているクリームで、1年8ヶ月の開発期間を経て誕生したクリームになってて、ハリー弾力、みずみずしさとかこうケアしたい方に手に取ってみてほしいなと思います。で、去年ぐらいからめちゃくちゃこうさ、美容針みたいなのが配合されたブースターとかスキンケア系流行ってると思うんですけど、こちらのマイクロダーマブースターっていう、こちらビタミン C が配合されたブースターになります。これ今年5月に出た商品で、あの前回コラボセットにも入れさせていただいたんですけど、めちゃくちゃ好評で、今回もこれ持ってきました。やっぱ美容針ってある程度なんか肌にこう馴染みながら痛かったりするんですけど、これチクチクする感じがなくて、こうプツプツプツってなってるの分かります？膜のないカプセル状に有効成分を固めて作ってるテクスチャーになってて、肌に馴染ました瞬間スーッと馴染んでくれて、カプセルがね、こう残らないので、肌に塗る直前まで酸化しない作りになってます。その美容針のチクチク感みたいなのが心配だった方にも使ってみてほしいし、これブースター美容液なので一番こうスキンケアの最初に塗る商品なんですけど、だからこそこう質のいいソウルのね、商品使ってみてほしいなと思います。ここキャップあるんですけど、ちょっと私なくしちゃって、こんな感じで、はい、お見せしました。2種類のセットを用意させていただいて、まずこの3点入ったセットが全部ね、クーポンを適用していただいて、最終価格が16,250円でゲットしていただけるのと、続いてこのクリーム 29g と
リップバームのセットがクーポン適用していただくと最終6750円になります。割引率結構高くなってるので、もしソウルのスキンケア挑戦したいけど普段高くてちょっと手に取れなかったっていう方はね、この機会にぜひゲットしてみてほしいなと思います。で、こんな感じで私が最近ね肌が弱った時に使ったスキンケアなんですけど、他にもいくつかあって紹介していきますね。こちらのブリーブリーのユズシーサンセラムっていうサンセラムなんですけど、これもユズとか美白系のセラムっぽいテクスチャーなんだけど、 SPF50+ PA4+ っていうスキンケア感覚で日焼け止めが使えちゃうテクスチャーになってます。完全にサラッとしたテクスチャーっていうわけではないんですけど、日焼け止めを塗るとやっぱメイクにどうしてもちょっと影響出ちゃったりすると思うんですけど、そういうのがこれはなかったので、スキンケア感覚で使える日焼け止めって感じ。強いて言うならちょっとゆずっぽい香りがするので、そういうのが苦手じゃない方であれば大丈夫かなと思います。スキンケアで美白ケアしつつ UV カットしてくれるものなのでお気に入りです。あとこれ新作なんですけど、バイオダンスのゲルトナーパッド、これが10月1日に多分新しく出たんですよ。私これのコラーゲンパッドも使ってたし、このバイオダンスのパックもめちゃくちゃ好きでずっと使ってるんですけど、コラーゲンに比べるとよりテクスチャーがさっぱりしてるなって思いました。でもコラーゲンも別にベタつきとかはないんですけど、よりサラッとしてて、でこれシートがねゲル素材なので、拭き取りで角質を落とすパッドっていうよりはこう水分だけを蓄えてくれるような感じで、肌に刺激なく使えてすごく良かったんですよね。拭き取る時もエッセンスだけがこう肌についてくれるんですよ。で本当にちょっと触れただけでめっちゃしっとりしてくれるから、なんだろう、表面についてるこのエッセンスだけで顔全体を拭ける感じ、素材がこう肌につく刺激みたいなのがないから、優しく拭き取りたい時にもすごく良かったし、部分パックとして貼ってても全然乾燥しないんですよね。軽く10分とか置いといて使う時もすごいずっとしっとりしてるので、シートが鎮静系が好きな方はこっちおすすめだし、コラーゲンとかよりこうもっちりと肌仕上げるのが好みな方はコラーゲンもいいかなと思います。どっちもめっちゃいいんですよね。どっちも朝使いやすいような感じだから、姿勢肌も私的にはこのトナーパッドだけで結構もっちり仕上がるなって思うぐらい保湿力のあるものなので、これおすすめ、良かったです。多分今回唯一の新作なんじゃないかな。なので持ってきました。あとじゃーん、こちら皆さんご存知ですか、これメディキューブの新作の美顔器なんですけど、私はこれはすごく合ってて、美容皮膚科とかにある高周波のこのレーザーとかあるじゃないですか、それ濃く出てる高周波と微細電流によって肌ケアできる美顔器になってて、なんか肌の張りだったりとかコラーゲンを生成するのを助けてくれる美顔器なんですね。これは張り感とか、この私頬骨とエラがしっかりしてることもあって、この内側がね結構こけてくるような顔の作りだったんですよ。こうなのでこの辺をね最近すごいケアしてあげてます。なんかちょっとね顔丸っぽくなった気がしててるんですけど、どうですか？こういうほうれい線の部分の弾力だったりとか、目の下のちょっとこけてる方とか、ここ頬がこけてるとかっていう方がケアするのにすごくいいアイテムです。私はこれ良かったなって思ってます。私的にはちょっとこの頬のこけてる感じがマシになった気がしております。ここをね外すとこういう感じの6個の凹凸、こんな感じで、使い方は今までのとほぼ一緒なんですよ。でスキンケアを吸収させた何にもない顔の状態で使うんですけど、なんかねこうやって引き上げるような感じで使ってると気持ち口角もキュッと上がるし、顔上ふっくらする感じがあったので、これは使ってよかったなって思ってます。そしたら続いてこれもね、これ私韓国のファフェかなんかでコラーゲンをこうランキングで見てた時に上位にあってずっと気になってたアイテムなんですけど、食べるコラーゲンです。しかも植物性のコラーゲンなんですね。動物性のやつってちょっと臭みがあってたりとかして、コラーゲンちょっと苦手なやつが多かったんですけど、これは植物性だし、なんといってもシャインマスカット味なんですよ。めちゃくちゃ美味しくて、冷蔵庫に冷やして私はこれ食べてます。なんかチュールみたいな、チャオチュールみたいな一つ一つ包装された商品で、なんか急に太陽出てきてめっちゃ眩しいんだけどそう、そんな感じでこれをお腹すいた時とかちょっとお菓子感覚で食べてました。めっちゃ美味しいですこれ。なのでちょっと生臭いコラーゲン嫌だなって思ってる方は、これはもう本当にシャインマスカットの味さえ口に合う方であれば多分美味しく食べれると思うので、すごくおすすめしたいです。はい、そしたら続いてコスメなんですけど、ルミルのアイシャドウパレット、これがねめっちゃ良かったです。こんな感じのピンク系のカラーで、多分前回目代わりおすすめで紹介したかな、おすすめしたかな、でも
もこれずっと使ってて、最近のメイクはだいたいこれで仕上げてます。てのもうすごくこう色が派手に見えるじゃないですか。でも塗ってみると意外に繊細なラメなんですよね。これ不思議なことに、なんか使いにくそうってパッと見思ってたんですけど、使ってみるとなんかこういう濃いカラーとかもガイドライン描くのすごく使いやすくて、でラメもそんなキラキラじゃないんですよ。割とね粒が細かいので涙袋とか目頭とかにちょんちょんってのせやすくて、でピンクブラウンのカラー2色でしょ、でピンク系もあって、この質もいいしすごくおすすめなピンクパレットです。で2色あるんですけど、これ私はこのピンク2番のピンクのカラーを使ってて、1番がちょっとイエベっぽいカラーなんですよね。でそれもちょっとゲットしたいなって思ってるぐらい良かったです。こればっかり使ってます最近。で、あと最近買ったもので言うと、トゥークールフォースクールのプロタージュペンシルの14番と15番、新しく出た新色のカラーなんですけど、どっちもすごく良かったです。私肌がね17号とか19号とかをファンで使うぐらい結構ね色が白いんですよ。だから意外にこの涙袋のおすすめカラーとかがあんまり発色されなかったりとかもしたんですけど、この14、15は結構彩度が高めなので使いやすかったです。めっちゃ明るい色ってわけじゃないんですけど、ピンク系の、私みたいなピンク系のメイクが好きな方はこの2色すごい好きなんじゃないかなと思います。14番でコーラル系のカラーで下が青みピンク、誰でも使いやすいのはやっぱ14番かなと思います。うん、メイクによっては15番使いやすい感じ、ナチュラルな感じで涙袋作れるし、ちょっとねキラキラ入ってるの分かります？これ可愛いです。本当に良かった、買って良かったなと思ってるアイテムです。はい、そしたらこんな感じで10月のおすすめアイテムと、明日から発売のコラボセットの紹介をさせていただいたんですけど、いかがだったでしょうか。少しでもこの動画が参考になったなと思った方は高評価、チャンネル登録、そしてコメントをよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。ハリンでした。バイバーイ。